こんにちはは、おひこ2000です。今日も戦車道に励みます。いつまで励むのかは見てくれてる人次第です。応援よろしく。はいはい。出発進行。装填完了。射撃用意よしです。雪道を爆走する戦車。すごい勢いで突破するやつがいる。軽戦車さんがピンチだ。やられてしまうか。まあそうなるわね。完全に今日疲れた感じだがどうする。こっち狙ってたら厄介だな。こっちに気づいてない。いいぞいいぞ。ここでもたもたしてると戦況悪化しそうなのでダメージ覚悟で倒す。ラッキー、ノーダメージで撃破できた。返す刀で自陣地深く攻め込んでいる敵を追撃だ。味方がどんどんやられてくよ。後ろがガラ空きだぜ。よし。今度はあいつだ。ナイスリタイ切り。よし、次はドイツだ。あっちの火星に行くかと思ったら後ろに敵出現。後ろ取られたり占領されたりすると厄介である。排除しよう。このまま占領してしまうか。おっと、映画とかで敵に囲まれてこういう背中合わせのシーンがありますな。どこから撃たれてるんだ。これはまずい。一方的に撃たれて終わるパターン入った。よし、動ける。ダメだ、ここにいてもやられるだけだ。攻めよう。撃破されるまであがいてくれるわ。狙えるか。よし、次はお前の番だ。もたもたしてると上にいる敵が降りてくるのでガンガン行く。よし。鳥肌が立つような感覚。しびれてしまいます。あそこに重戦車いたからな。そっちにも現れたが、優勢だと思って油断してるのかな。背負いの虎は手強いぜ。よし、急戦車出てきたか。ここでまさかの裏取り作戦だ。完全に読まれてました。バラバラ引いてもダメだ。懐に飛び込む。奇跡耐えた。ここで外すか売れよ。仲間が近くにいるのに自走砲撃ってくるね。なんてこった、悔しい。こんだけ戦えるなら占領せずに攻めてればよかったな。あそこで一方的に受けたダメージがでかい。とほほ。